った委員会で決めましょうということで占領下の日本ではスタートしたんだけれども、サンフランシスコ講和条約で日本が独立回復した瞬間にありとあらゆる委員会が潰されたの。だからそれでやっぱ中央官庁がもう一遍権力を取り戻したんです。で、残りかすみたいになって5つだけ残ってるものがあって、代表的なものは教育委員会なんかそうですね。教育委員会は未だに存在してます。それから公正取引委員会だとか、はい、国家公安委員会、まあ、実質的には機能してないとは言いながら名前だけ残ってるところ、まあ、教育委員会なんかが教育委員会っていうのはありますよ。で、教育委員っていうのは一応その日本の市民から選ばれるということにはなってるんだけれども、現実にはシステム自体が、その日本を民主化しようとして導入した委員会が、日本が占領者から逃れて、まあ、独立回復した瞬間に全部潰されて、まあ、ある意味元の木阿弥中華ですね、戦前みたいな、いわゆる官僚がいろんなところを支配する国に戻った流れの中で、でもやっぱり選挙って重要だよね。だからこの選挙に関して言うと、やっぱり今日これ統一教会の前半戦と後半戦何が違うかというと、前半戦というのは都道府県知事とそれから政令指定都市ですから、で今日告示されたのは、はい、知事都道府県で、なんで政令の市長の告示が今日じゃないかというと、知事の選挙戦の日数と市長の選挙戦の日数が違って、市長の方が日数が少なくて知事の方が長い、エリアが広いから長い、で選挙運動できる時間が長いので告示のタイミングが違いますけど、選挙の投票日は同じ日なんです、はい、これがいわゆる前半戦の4月5日と言われて、で後半戦というのはいわゆる基礎自治体の、はい、区長さん、だから、まあ、市長さん、市長さん、市町長さん、村長さん、および地方議会の選挙が後半戦、これが4月の23日からそうですね、でこれが行われるということなんで、ただ昔とやっぱり統一教選の意味合いが変わってきてから、1947年に第1回統一教選が行われた時には、戦後初めての統一地方選で、なんで同じ日にやるかというと、やっぱりみんなの関心を高めて、民主主義のためにみんな一票入れに行きましょうねということと、バラバラにやって選挙リード、費用もかかるから、もう同じ時に集約しちゃえばいいじゃんという2つの理由で、統一地方選挙というのが1947年に始まって、この時には日本中の選挙が4年に1回で、それから4年ごとちっちりきっちりなんだけども、途中で解散しちゃうとか死んじゃうとかですね、途中が死んじゃうとかいろんなことがあると、任期の途中で選挙が行われると。で、新しく選ばれた人は、そこからさらに4年の任期がスタートするんで、47年に最初にやった時には一斉にできてたやつが、どんどんずれてきて、バラバラになって、今は多分統一地方選挙で選挙が行われるのは全国の3分の1ぐらいだと思いますが、それでもやっぱり全国の3分の1の民主主義の基本にある地方自治の機関さんであるとか、まあ、知事、市長、村長、町長等が選ばれる重要な選挙なんで、まあ、ちょっと詳しく報道したいなと思うんだけども、でさっきの全国くまなく公平に全部の党派について過不足なく、なおかつ時間的公平性は必ずしも政治的公平性と合致しないというようなこともありながら、何をやっちゃって文句来るよね、この今の放送法のことではっていう思いがあると、なられた9つの道府県知事選が、そこの数字が言えるんだけどさ、それぞれの選挙が実はこういう選挙になってて、こういう面白い話ですっていうんだけどね、そういう選挙になりますよというところに迷い込む子だな。そうですね、ね、こりゃかまわないけど、水田君なんかしゃべったしか言ってたみたいな、そうだな、まあ、ただね、北海道、大阪、奈良、大分の4道府県が野党系や党系対決ちょっとかですね、だから今色からですね、政府の候補者もあれですけど、
ここで具体的に出してもらっていいですか。そうですね、もう少し使っていただきたいですね。いやー、でもね、面白い選挙がいっぱいあって、やっぱこう自民党というか与党の中で割れているところなんていうのがね、そう、少しはあるんですよ。与党が割れているところなんて何で面白いかというと、なんで与党が割れたのかっていうのをね、知るとですね、普段見えてこない構図なんかも見えてくる。それは皆さん今もう私ヒントみたいなものを言うだけで、調べようと思ったら便利じゃないとかで、まあ、もちろんデータもたくさんありますけれども、調べようと思ったら調べられますから、まあ、地元紙は結構確かに。そうですね。だから、いろいろこう発想とか調べるヒントみたいなものを、皆さんにお察しするぐらいが私たちにできるかなと、日程打ちにいただいた時間が、工事地下の上昇どこに行ったんだろう。本当ですよね。ズームオンして。は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。さあ、ではここでズームミュージックリクエストと紹介します。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の題は、焼きそばと間違えてラーメンを焼いてしまった時に聞きたい曲という辛坊さんに失敗からです。まずは63歳越谷のラジオネーム赤井青美さんです。上田雅樹さんの悲しい色の目をリクエスト。ちょっと楽しかったです。焼いたら、いや、すごい。焼いたら、それちょっと、上田雅樹に対する冒涜じゃないか。続いて、埼玉県八潮市の63歳男性、だから言ったじゃないですか。ですね、西城秀樹さん、ヤングマンリクエストします。志保さん、焼きそばと言ったらペヤのヤングに食べてもらいたい。ペヤングでしょ。ペヤング、ヤング、ヤング。でも私、間違ってもらって西だから難しいですね。埼玉県内の市のエディロボタンさんがキャンディーズの罠に志保さん、しくじりました。しくじりました。いつもやしくじったのフレーズをリクエストします。ここになると思ってる場合にしっかりしてますね。上田雅樹がかなり危なかったです。それから世田谷区のみかん畑さん50歳、リクエストはズバリシャランキューラーメン大好き小池さん。ちなみに私は焼きそばよりはラーメンの方が好きですって書いてあります。やっぱ汁物でしょ。まあそうですね。そうなんですよ。冒頭話したラーメンの方が調節はしやすい。焼きそばは全部食べなきゃいけないから、ね、それにできてるレシピの塩分は全部体内に摂取しますけど、ラーメンの場合はおつゆをどのくらい飲むかで調節ができるということが、今日いや昨日聞くときは4個は食べますから、よく分かりました。ということで、そうですね、大体ピック以上ですか。あとは世田谷区の男性、はい、口広瀬さん、焼かないでとか焼かないでとかなるほど。あと横浜市レッツゴーインピキさんはですね、熊取市内に涙のラーメンを願いします。そんなか、熊取市内に、すごい。ちょっと聞いてみたような気もするけれども、ズームオンミュージックリクエスト、本日は上田雅樹、悲しい色やで。おー、やりましたな。先週が高杉さんで、そうですね、なんか大阪シリーズみたいな。そうですね、先週高杉さんの逸話でね、高杉さんに、まあ、神保お前どの森の曲が好きやねん。やっぱりなんつっても悲しいライブですね。金田まさきじゃボケにやったら、エピソードの言われたら強いな。じゃあ、そういった続きがありまして、お送りいたしましょう。今日ズームミュージックリクエストお願いです。早いね。上田雅樹さんです。悲しい色の目。ズームミュージックリクエストをお送りしているのは、赤井青美さん、ケチゲッティ主義さん、お二方からのリクエスト、上田雅樹の悲しい色やねでございますけれども、だけど、なんで今日はこんなに変則的な放送内容になっているかというと、飯田君、はい、まだちょっと時間は未定ですけれども、WBC、ワールドベースボールクラシック、侍ジャパン日本代表、回転が、そう、だから回転がいつ入ってもいいよ
スはしてた。あの、そう、WBC の準決勝の今回メキシコ戦の同じく担当した清水さん。清水さんに出たけど、メキシコ戦だけじゃなくて、だから中国の試合を劇的な試合を見せようと言っちゃうわけです。ミーティングで、あえてこういう時だからこそ、そういうのきっちりやりましょうと。
もしかもその2つの試合とも先制されて、どっちかっていうと重い雰囲気になる中で、そう、中継戦が本当にっていうね。いや、でもなんかね、やっぱりその方がやる気になるというか、逆に今の会社が開いたりとか、勝って当然のゲームよりは、メキシコ戦を中継されたんですよ。そうですよ、準決勝が。あ、そう、負けてて、そうそう、3ですよ。3-0で負けてて、このまんま負けんじゃねえよっていうので、3点追いついて、はい、そこから2点勝ち越して、あ、そうか、それでも3-3でせっかく追いついたのに、その次のイニングで直後で2点あの取られて、5-3になって、あ、これはダメかもしんねえって感じで、それで最後5-4に1点返した後、5-4から警戒のら村上のタイムリーで2点で逆転されました。タイムリーで、そうか、2塁打、そうですね、1、2塁のランナーで、はい、はい、センターの浅野がやったっていうね、いや、劇的でしたね。劇的でしたけど、やっぱりその2点をね取られた時に私は思いました。せっかく日本の非常に調子がいい、ラジコの数字の高々と出ていたと、5-4をつまんでしまったら明日の決勝できないと、こうどうするのって、ワンダーのお天気の感じを頑張れ頑張れ言ってるのに、やるのを緊張してる俺をどうしようかなと思ってたんですよ。あ、そこから固めた手順を言いましたけど、うん、まさか、まさか何にもだんだん劇的な、そんなに調子が悪かったね、村上選手は。あれだもんね、わかんない、どうしてやったんですよ。しかもそこでね、吉田選手に変えた周東選手が足が速いことじゃない、また後ろで谷繁さんが周東、周東って口早く言ってたもんね。そうです、その先も私も、あ、そうだ、周東だ、周東どうなったんじゃないかってね、出ましたけれども、まあ、いい経験させていただきましたし、日本も勝って結局世界一になって、ね、一番最後はやっぱり栗山演出でしょうね、あのピッタリッシュを出し、はい、で大谷翔平を最後を出すっていう、あれ、昨日もね、昨日も聞いたんですけど、昨日聞いた時にやっぱりいろんな配慮をいろんな方がされたみたいな、すごく似合いますね、きっとね、監督落合さんの方が絶対やってる。そうでしょうね、これはそういうところで、他の監督でもなかなかです。だって、うん、それは確かに絵面としてはストーリーとしては完璧でしょうけど、完璧なストーリーを描いた方に負けちゃったら意味がない、負けて。そうです、やっぱりそもそもが栗山監督だから、あの2人は参戦してくれてると思います。当然栗山監督は日本ハムの監督になった時にダルビッシュ投手は海に渡ったんです。なるほどね、名前が聞けなかったんですね、バージョンで、大谷投手は自分で引いて、はい、そして育てていくという、栗山さんがいなければ、あの日本でプロやってるときに二刀流なんてなってないじゃないですか。絶対なんてないと思います。そうです、そうです。だからこそ、やっぱりその物語が2011年ぐらいまで遡って、今に長い長い年月をかけてやってるようですが、結果的にはですよ。まあ、本当に夢に感じますね。それにしてもやっぱりね、あの一番最初に優勝した時にほら調子の悪かった福留が最後になったんです。そうです。で、次の時に日本世界一になった時には一郎が調子悪かったのが最後になったんです、ね、今回村上がずっと調子悪くて最後になったんです、ね、そういうヒーローがこうやって生まれてくるっていうのがあるんですね。そういうのがドラマチックで、ちょっとでも我々感覚戦の時の裏ぐらいで村上選手が調子悪かったので、いや、これはでも裏に立ってるんだと、日本で何かやってくれるに違いないっていうのはやっぱりどんなか思ってて、だからなんかダメでもなんか僕はネガティブにならなかったです。いや、大丈夫だ、絶対打ってくれるよっていうつもりで、三振だけど、まあ次大丈夫でしょうぐらいの感じでやってたし、あの試合ぶり。そうです、そうです、あの試合ぶり。でも、そうね、清水アナウンサーのおかげで頑張って、いや、とても侍ジャパンのおかげで私は今、思います。これだけ日本放送盛り上がってて、はい、もうあのラジオ聞いてる人のほとんどが日本放送聞いてる人だと、給与100倍だったりするの。これはもう今、特にないかな。あ、読めない人だしちゃった。まあ、当選は日本放送いただければ、ね、臨戦態勢で続いてます。そうですよね。まあ、要するに記者会見が始まったらすぐ乗りってことじゃないですか。そうですから、引き続きね、こんな感じで思ってて、別に言ってたわけじゃないです。僕はあの清水さんの話を聞きたかった。ありがとうございます。うん、はい。いや、ということなんですね。ということなんですね。はい、ご自身席で活躍されている清水八アナウンサーでした。ありがとうございます。
きいただきましたが、この後の5時30分からは引き続きね、このね、WBC 侍ジャパンの声が聞けるかということでね、お聞きになってください。もちろんお隣のスタジオには鶴子師匠と宮子様いらっしゃいます。鶴子と噂のゴールデンリクエストです、はい、で明日の朝6時からの飯田小路の健康事案は、はい、明日までですね、新庄アナウンサーが休暇を取っておりまして、で明日は内田裕樹アナウンサーが手伝っております。でコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の宮崎です。まあ、この WBC で盛り上がったところでありますが、岸田内閣実は先週から今週にかけては結構目まぐるしく動いております。韓国と日韓首脳会談があって、ドイツのショルツ首相が来た、そしてインドへ行き、さらにはウクライナ、ポーランドに、回ってきております。まあ、このあたり三宅さんと読み解きつつ、ドイツ公共放送のプロデューサーのですね、マライノ・トラインさんという方とその人日本語喋れるの？あの日本に今都会的に駐在をしているという方で日本語もやってるんです。あ、まあ、ドイツ語しか喋れなかったらさすがにやばくないいろいろ困っちゃいました。でなんで、あのヨーロッパが、まあ、今回の岸田外交をどう見てるかであるとか、あるいはそのショルツさんが来たっていうところの成果であるというところも取り下げていこうと思ってます。でその後朝8時からは春風亭一之輔さんから高橋をお送りしますが、そしてゲストがいらっしゃるんですよ。だって初めですか、伊集院さんですね、いらっしゃいますので、座ってください。で来週3月27日月曜日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、4時台のゲストは大川さん。大川さん、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 大川工業の総裁の大川豊さん。大川工業の総裁の手頭さんの親子東京国際フォーラムというですね、イベントを、東京国際フォーラムホール A で、ホール A で開催。それか、それはすごいな。はい、東京武道館の倍だな。いやいやいや、東京武道館ね。そうそう、はい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 、日本武道館じゃない。日本武道館ちょっとね。で、出演は私が新谷アナウンサー、あとジャーナリスト須田慎一郎さん、評論家宮崎哲也さん、坂手住民と参議院の青山茂治さん、まあ、他続々コメンテーターの皆さん、登場いたします。こちら後日発表いたしますが、イベントがですね、6月25日の日曜日、開演は15時、カレンダーに丸をつけてお待ちいただければと、一族の同等の皆さんを引き連れてご近所お申し入れお誘い合わせの上ですね、よろしくお願いいたします。広島 G7 サミットからおよそ1ヶ月後に工事サミットが有楽町で行われるというそれでございます。あ、はい、あ、そうか、そうです。サミットが逆に言うともう5月の末のサミットか。いや、そうですよ、そうですよ。チケット税込み6500円で、発売がですね、来週月曜日3月27日、3月27日、朝6時から工事アップの番組の放送開始と同時に受付スタートでございますので、ね、まあね、こういうもんだ、所詮が大事。そうだね、そうだね。ぜひ皆さん、6月25日ですよ、よろしくお願いいたします。要するに検討のみならず動いていただければと思います。
です。はい、というわけでここまで。